ちゃんです。はい、こんにちは、みれいです。はい、こんにちは、パパです。今回はあつまえる動物の森やっていきたいと思います。はい、今回も動物の森やっていきたいと思います。見て、イエーイ、あ、かぼちゃ取れた、かぼちゃが取れたよ、うちわだ見て、お魚釣ろう。うん、の前にちょっと待って、新しいリアクションがあるから。そうだ、リアクションがあるんだ。くしゃみ、笑う、あ、笑ってる、くしゃみ、はははははってる。あ、こうやって、で、くしゃみも見てみたい。うん、僕もくしゃみ、はい、くしゃみ、くしゃみ、くしゃみ。あ、これパパ、こっち来て、こっち来て、これ見て、入ってみよう。ちょ待って、その前に見て、このポスト、うん、手紙が来てるね。うん、これみんなちゃんのだよ、うん、みんなちゃんが、ね、ちょっとお家入ってみて、パパ。はい、でかくなってたよ。でかくなってた。うん、みんなちゃん一旦入ってみたけど待て、あと、待て、クローゼットの中身を見たけど何も入ってなかった。そうだ、ちょっと待って、はい、こんな感じ。あれ、あ、広くなった、広さが広くなったのか、これ。ああ、そう、どっちが入っ、え、どういうことだと思って、え、モヘツヘア、みなちゃんみたいに、いや、これ3段階じゃないとダメだよ。もう一回マイホームをでかくすれば、はい、部屋が増える代わりに30万何円とかかかるよ。焚き火をします。ちょっと、なんでなんで置いてるんだ、焚き火を家に。燃えるだろ、失神するだろ。失神、失神。ほら、壁に靴飾ってるんだ。うん、これピーチ姫の靴をなんで持っている、変態か、ワリをなれる変態か。よし、オッケー。パパ、ワリをなれる変態か。はい、で、今日は何をしていくんですか。今回はね、虫とか取ってね、取るんだよ。じゃない、虫取りするんだよ。虫と、あとの前にこれ見て、うん、そうだよ、虫と魚を取るんだよ。ミレイ、よくわかったねあとミレイ、ポス、あ、間違えた、パパ、このポストの中見て。見れないからね、今二人プレイの時は見れないから。あ、そうなんだ、うん、じゃあ、あとで一人プレイの時見てね、うん、涼しい、わいわいわい。ちょっと待って、ミレイちゃんが持つ、一旦持つ。何よ、あー、あー、ちなみに、かぼちゃ食べれるよ。かぼちゃ食べ、そのまま食べるんだ。うん、そのまま手に持って食べるよ。試しに食べてみる？食べてみて。ヘタマエ食べます。ガブガブガブって言うんです。うん、こんな感じだよ。でね、うちにね、なんかね、一つだけ、うん、なんか変な、あ、今虫いたのに。だってさ、一つだけ変な、まあ、かぼちゃがあったんだもん。ほら見てよ、これ。誰がいる？これ見て、赤いかぼちゃ、見て、なんでこれ、え、ああ、今見えちゃう、普通にまだちょっと水中のやつ普通に捕まえたね、今、うん、バシって捕まえたけど、すごいね。え、そういうことできる、え、できるけどびっくりしちゃいます。あとアメーバとかもそうやって取るんだもん。なにこれ、あ、なんかいる、なんかいる、網が壊れた、壊れたよ、ほら、あー、みなちゃんちょっとした、網が壊れたんだもん。あー、どっか行っちゃった。ちょっと待って、網作るレシピ、網買ったらいいじゃん、もう、ほら、え、ないけど、作ったらいいじゃん、作ったらいいじゃん、木の棒で作れたよね。網を作るよ。家に作業台があるから、せっかくだからそれで作るよ。ねえ、みやちゃんがさっき追っ払った、ここにいた虫も。それで拾ったら、もう、ちょ待って、多分いっぱい物が置いてあるから、もうこっち来れないでしょ。あ、間違えて石も拾ったけど、まあいいか物置きすだってさ、はい、置けました、また、ね、こっちか、なになに、
あ、この石入ってきた。亀見たんだけど。亀見たんだけど、みなちゃん。亀が見たんだ。あー、すっぽんね。ねえ、みなちゃん、亀が見たんだけど。待って、せめてこの鉄鉱石を壊してやるぜ。ねえ、パパ。違うね、みなちゃん。なんだ。亀が見たんだけど。すっぽんのことか。よし。あまりにもう弱すぎて、ワドか。みなちゃん。あ、ここになんかいた。ほら。え？パパ取ったの、せっかくだから。半分用だ。問いに隠してたね。なんかいたね。半分用だよ、あれは。みなちゃん、カメが見たい。ちょっと待って、すっぽん見せるから、じゃあ。ちなみに、ミレンは緑が好きです。カメが好きです。カメです。緑が好きなんで、でいわゆるカメです。いつも保育園に行くときは亀の T シャツを着て亀の靴下を履いて全身亀だな。おい、亀の水筒を持って保育園に行きます。全身うん亀コーデです。あとカバンももう亀です。よし、ほら行くぞ。あ、パパにもパチパチしてあげる。早く行くよ。はい、わかったよ。ほら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 、パパだけ行けてない。みなちゃんについていくからできないんだよ、パパは。そうだよ。違う。なあ、みなちゃん一人で行ったらダメでしょ。いや、一人で行っても大丈夫だけど、だってパパがワープで来るんだもの。ミレイは来月4歳になります。うん、1ヶ月ぐらい。9月9日だよね。9月、みなちゃんのかだよ。9月、みなちゃん。じゃあ虫を捕まえるよ。うん、網もつけた。じゃあ虫を先に3匹捕まえた方が勝ちです。ちょ、待って。じゃあ、ちなみにみなちゃんについてくるんだから、パパは行けない。ああ、頑張る頑張る。あとはちまついにあげてやろう。どこにいるどこにいる。みなちゃんのことも応援しようよ。こっちに行くなり。パパ頑張って。なんかいたか。みなちゃん頑張って。はいはい。いないね。じゃあ消そう。いないな。まあ虫は夜出にくいのかな。こいつはどういうことしてるかも。化石は後でいいや。パパが来た。あ、パパ頑張って。あ、間違えた。間違えてパパを捕まえようとしてた。遊んでる場合じゃない。いないね。いないの、いないの。虫いないよ。てめえ、メス全部ぶっ取ったの、食べてたの。はい、はい、じゃあこっからはミレイがやります。あ、超いい。ちょ、ミレイがやったらとんでもないことになるよ。はい、今ミレイがやってます。うん、ミレイバイバイビーバイ。ミレイだったら、じゃあ虫をそんなに捕まえてないから安心だぜ。てか虫いないじゃん。え、魚にしようかな、変更して。でもパパ釣り竿持ってないからね。じゃあパパは虫ってことで。待てー、追いかけっこなんだね。あ、多い姉ちゃんだって。みなちゃんのことだよ。ニーニー、どうするがアップするんです。ニーニーを増やして、ちなみにニーニー、それが言いたかったね。このニーニー。あ、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 ミレイほら、捕まえてほら、ミレイ捕まえてほら。あ、ミレイちゃんが捕まえた。ヤドカイだってね。ミレイちゃん一匹目。ちなみに声も合わせてますが、タガメだから、ミレイちゃんが勝ちに近づいてきてます。じゃあミレイちゃん二匹目ってこと。うん、じゃああと一匹か。ミレイ一つも捕まえてない。わろわろ。あ、なんかメッセージボタン、メッセージボタンを拾っとこう。え、の前に釣り対決するよ。
見て、こっちへ来い。今パパがやってます。あ、光ってあ、ちょっとみんなちゃんがここ掘りたい。壊せなかったら一生は足取りついてやるぜ、ブヒーブヒー。みなちゃんは小豚じゃない。みなちゃんは小豚だよ。みなちゃんは先か、間違えた。逃げ出した、よいしょ。お、なんかいた。あ、カメラ。あれ、お魚だ。お魚だ。ちょ、あ、パパ、パパ、捕まえた、捕まえた。全然思ってないけど。打ち切れた。あとは覚えていいの。あとは覚えていいの。あ、終わった。ぶっ壊してやる。逃げない。ぶっ壊してやる。ぶっ壊してやる。じゃあほら、つって、みなちゃん。あ、ちょっと外した。あ、全然逃げないね、この子。うまく避けてた。来た。釣れるかな。やった。あ、やった。ちゃん、なんだ、ちなみに魚。あ、ブラックバス。よし、これで3体目だ。ね、3匹目。みんなの勝ちだ。やった、やった。みんなの勝ち。じゃあ、みなちゃん、カメ見ない？あ、いいよ。ちょっと待ってね。カメ？あ、スッポンのこと言ってるんだと思う。スッポンどこに行くの？ボクロじゃない、ボクロ。え、掴んでみる。うん。みなちゃん今持ってないから、すっぽん。はい、ということで。ちょ、待って！まだ最後にすっぽん。すっぽんだよ、ほら。ほら、これが本物カメです。すっぽん。あとカエルも。あ、カエルもいる。これがすっぽん。ミレイが好きなパレード。あ、あとね、ドアドっていうやつ見つけたんだ。これ結構高かったんだよね。違う、これ。どれどれ？この水色。水色？これ。もう、片付けます。はい、ということで今日は集まれ動物の森でした。集まれ動物の森でした。競争だったんだよ、今のは。いっぱい捕まえたみなちゃんの勝ちです。やったー。それじゃあね、バイバイ。チャンネル登録、高評価よろしくね。よろしくね、バイバイ。バイバイ。チャンネル登録してぶっ飛ばしちゃうぞ。しなかったら。